域が元気になるように今後とも頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はこんなに晴天になりまして、桜も満開となりました。皆様と華やかに実施してまいりたいと思います。ではまずはじめに、本日の主催者であります城崎町商工会副会長田岡茂より挨拶を申し上げます。叶いますように祈りまして始めてまいりたいと思います。では宮司様、神事の方よろしくお願いいたします。ではただいま扇子を流しました。これより皆様方のお宮様を順番に流してまいりたいと思います。みんな元気にいますようにって書いてあります。笑顔いっぱいの毎日を送れますように。上がってパッと取ったらいいだろ。一番下に取ったらいいんじゃないですか。うめえことぶどまんなさい。そんなに何から動かしたらタオカさん。